はい、それでは、2月4日、木曜日、違う、火曜日。はい。はい、木曜日です。違います、火曜日です。サムライスピリッツゼロスペシャル、これで始めたいと思いまーす。わー。はい、ありがとうございます。ということで本日は、4、7、2、たくさんいまーす。はい。というわけで、初級4名からいきまーす。マグロさん、大社通りを。はい。大社が通るときは大社優先で、はい。引かれても文句言えません。じゃあ行くよ。マグロさんのナコルとマナさんのスイジャー。はい、もうさてだ。じゃあ、ワンピーバーサス 2P を選んでください。もう一つ来るみたいなんで気をつけてくださいね。さあ、1P 側はナコルのマグロさん、2P 側がスイジャー、マナさん。さあ、マグロさんは、あれ前ってなんか違うキャラだったような気がしたが。あ、そうだね。確かに半蔵使ってような記憶ある。さあ、しっかり投げを。反撃で、切れていく。さあ、ママハハを飛ばすが、さあ、このママハハは、どことの鎖が持ってる野郎とは違って中断ではございません。あ、なんか別のゲームだったら中断だったような記憶があったんだけど、それはまた違う話か。気のせいかな。さあ、スライディングから小打ちでしっかりダメージ取っていく。さあ、スイジャはこのスライディングとこの大切りとかね、かなり突進する性能を持った技をいくつか持ってるので、この辺優秀ですね。さあ、大きな隙を見せると投げがかくります。まず一本取るのは、マナさんのナコルル。さあ、あとスイジャは、空中ガード、変な必殺技をうまく使うと高速中断ができたりできなかったり。それ。いいよ。まあ、スイジャの特徴としては、すべての必殺技は空中でしか出さないというところに、ね、特徴がありますね。さあ、しかしその空中でしか出せない必殺技が強いと。さあ、牽制ピッチ、大切りは危ない。ちなみに大切りがあるとしたら多分ナコレオが大切り確定なので、さあ、スイジャ側はうかつに大切りを振ると危ないかもしれない。大切り勝ったのはマグロさんのナコルル。次、バコッチの京志郎と遠藤さんの右京、遠藤京。さあ、1P 側が遠藤京、2P 側がバコバコ京志郎。シャキッ。さあ、開幕弱点を教えられる。さあ、遠距離戦に弱い DWC さん。さあ、この遠距離戦をどう制していくか。立ち火はギリギリ当たらない。飛び道具を打ちまくる。さあ、伝統のこの強襲の飛び道具、打ち大しゃがみ台ギリは当たらない。あ、でも立ち台ですか。立ち台か。なるほど。あー、これか。走っていったところにガマが当たる。さあ、バコッチの遠距離戦に翻弄される京城じゃねえや、右京だが、詰めてしまえばこっちのものよ。時間が投げる。おうち。さあ、時間が足りない。まず一本取るのはバコバコ京志郎。ないです。さあ、京地ためる。
さあこのゲームまだまだ分かんないですよ。さあ塩ビの上から潰されていく。京志郎の投げ方が強い。届く。さあ完全に DWC 対策が仕上がっている感じになっている。出し投げ。さあこれは分からなくなってくる。まだ境地ゲージもあるので分からないですよ。裏回りスライディング、追い打ち、壊し、投げが出なかった。さあゲージがあるがしっかり、あ、境地中届いてない。これはもったいない。さあ苦笑い。しかしまだ時間はある。まだ分からない。ガマジンゴック勝ったのはバコッチの強者。では、じゃあマナさんと遠藤さんやりましょうか。遠藤さん、遠藤さん三決やろ。あ、ガマジンゴック。遠藤さんもしかしてプレッシャーに弱い？そんなことない。なんか言おうとしてやめた。さあ立ち中かな。立ち中切り当ててリードするのは受け、わーこれはやっちまった。立ち台小打ち、大切りは当たらないが反撃できない。投げ。さあ遠距離戦さえしなければこんなもんよ。ステップステップ。さあ水蛇の立ち台には気をつけながら立ち回らなきゃいけない。さあ様子見、スライディング、勝負打ち、ダッシュは当たらない。投げ。さあ時間がない。まあ境地貯めてもいいかもしれないが最後の一発ちょっと惜しかったね。境地が溜まりました。右京側に。さあ境地貯める。さあ前ダッシュステップ、前ダッシュステップと。さあ大切り読みの警戒のステップなのか。さあ画面端を背負うのは右京側、スライディング当たらない。後ろに下がる。大切りは当たらない。今のは水蛇側の立ち台が多分確定してましたね。さあ上回り切りは当たらない。小打ち、時間が残あるがもうほとんどない。さあ上回り切りは当たらない。取り返していくのはマナさんの水蛇。大切りが当たる。さあ空中ガードした後にもう一回ジャンプができる水蛇さん。壊し壊し。防御崩し、投げ切り。さああとは右京を逃げるだけ。投げ。リンゴを投げる。さああとは待つだけ。境地もある。どうする。怒り爆発がある。さあまだ分からない。飛ぶ、飛んじゃダメ。境地中は飛んだらダメです。はい、こうなります。勝ったのは遠藤京。じゃあ決勝
マグロさんのナコルとバコバコさんのキャバシロー。競技中はしっかりガードしましょう。で、やばいと思ったり、相手が前に出てくると思ったら、は、一応なんだっけ、可能であるなら一撃、絶命奥義を合わせるっていうのも一応ありっちゃありですね。絶命奥義無敵なので、無敵プラス、ガードされても、別に反撃が、あるというわけではないので、割と脱得なので、さあ競技中やっちゃいけないのはジャンプで逃げること。さあガマは当たらない。冬打ちはガードしてる。ガマはは投げる。さあ、投げに行っただけなのに、レバーがめっちゃ入ってましたね、今ね。めっちゃ入ってましたね。さあ、怒りゲージは継続。おいち、おいちじゃねえや、ふいち。ダマジンゴック、これ下段でしたっけ？これ下段。さあ、なので、ふいのガマ地獄はしっかりガードしなきゃいけない。これ減ったな。さあ、投げはド密着じゃないと投げられないので、前ダッシュして投げるようにしましょう。おお、ナコルの、ママハが当たらなかった。ステップ投げ勝ったのは、マグロさんのナコルとなります。優勝者おめでとうございまーす。じゃあ、マグロさん一言。大自然のお仕置きをありがとうございました。これにて終了。はい、ありがとうございます。じゃあマグロさんのコルグを加えて、地球トーナメントいきまーす。ゆうきさんのシズマルとツボさんの天草。さあワンピー側が、そうですね、ナクさんも天草だったしね。どういうことどういうこと、あーそういうことね。そろそろ色は違う、色は違う、あ、俺も色は違う。さあお互いに色を間違える。さあボタンの配置気をつけてください。さあ1ラウンド目開幕、天草の B 牽制からバックステして、まずは天草の距離、この距離になると非常に面倒くさい。さあ中段はジャンプで逃げて、先に触ったのは静まり側。さあ天草の球一回リードしてしまえばそんなに崩しが豊富だったな天草は。さあ投げ、あとはしっかりガードしたいところだが、さあ後ろに回ったが当たらず。さあ武器外し、これがね性能はいいんです。ドン。さあ武器外されてどうする、しっかりガード。さああまり無理はしない方がいいと思うが、さあダッシュ投げ、まず一本取るのは天草、ツボプラス天草。さあ投げをしたが投げられる。おっと怒り状態の大切りは減るね。さあ着地際の B が当たってダメージ取る。キャッチャーめる。さあ前入れ、しかし着地投げる。まあ天草を静岡を追うしかない。しかし天草はガン逃げ、捕まえられない。残土投げたい、投げる。さあしかしあれタイミングミスって、おーうまい。さあ追い打ちでなかった、あとは一発当てるだけで勝てる。さあ天草がもう境地を止めて勝利打ち、
時間切れ、ギリギリうまく逃げた。さあファイナルラウンド、しかし強地ゲージがクソある天草が非常に脅威だが、静まる側これをと、さあ怒り状態になりました。一発刺さると痛いと言ったら当たった。さあ膝蹴り境地に入る。さあ突然の驚愕がガード思い出したかのように、ああ、これはさあ五段が刺され勝ったのはゆく静まる。さあ驚愕は、はい死にます。勝ったのはゆくさんで、じゃあ次井上さんの半蔵と、マグロさんのナコレル。台車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 通るよ台車通るよ。いや結局強楽なんだけど、一個やりたいことが強楽かな。さあ強楽はね、あれはね、はい、一本取ったら、一本取ったら負けです。一本取ったら負けじゃねえや。いざ尋常に。さあマグロさんが取ったらマグロさん勝ちです。さあ前転モーズ、これは大モーズかな、減りますね大モーズ。投げ崩しから攻撃が出ない。さあ裏に行ったのは大モーズ、大モーズが減る。スライディング醤油打ち、バックエン、さあバックエンフェイント、あくぐったの、あそういう、さあモーズ3回ぐらい当てて1本取るのは井上さんの半蔵。投げる、マハハハ。さあナコルの境地がめっちゃ溜まってる、マハハハ、マハハハ牽制して近寄らせたくない、マハハハ。ダイオ打ち当たる、すげえディレイかかった、当たったけど。さあマハハハで逃げ切りたいが、半蔵側も追う。さあまだわからない、大モズドン、中モズか、大じゃない中モズ。さあ前に詰めるか、ガードされ、さあ時間がなくなってくる、投げ眉大爆発、何時使ってしまったんだ。さあミスっちゃったんだよとボタン間違えたっぽい。しかしステップ投げ勝った、たのはマグロさんのナコルル。三本目。勝負勝負あり。完全勝利。完全勝利。勝ったなマグロさん。でナークさんのアマクサとベインさんの勝月。ワンピー側がベインさん、ツーピー側がナークさんです。爆発したん。そうです、天草。いざ尋常に一本目。さあ中。さあいきなり画面端。さあボタンを切り替えてる最中にめっちゃジャンプしていた、危なかった。さあ今普通にジャンプ台切りやられてたら死んでましたね。投げ。投げ、天草ボーリング。さあ天草ボーリングショーがなんか性能がいいということで、投げ境地をためる、裏に回るが、さあこれは削り目的、
まあ避けるのはかなり難しい。2ラウンド目ストーレスのジャンシー当たる。さあステッチ大切り当たる。さあ天草が引っかかりまくる。投げ、さあ投げは当たらない。さあ投げ来ると思ったら伏せとかもね結構ね有効なんで使ってみましょう。投げる、まあそれがあのゼロスペなんで、そう、それ完全に読まれてるんで。さあお互いに境地を貯める。さあジャンプ中かな、ジャンプジャック。さあワープで画面端回避。あのワープは終わり際に蒼月のしゃがみ台蹴りとかって書くんないですかね。書くんない、書くんない。投げましょう。あー打撃無敵、完全打撃無敵で隙がない。へー、さあ壮絶がやばい。これは削りズバー、勝ったのはナークさんのアマクサ。次ミランさんのゲーム。